サニーです、今日はね、これからノジュールっていうね、石の塊を探しに行きたいと思います。それはね、ウリダニ層って呼ばれる地層から産出するらしいので、そのウリダニ層っていうのを調べて、そのあたりをね、調査してみたいと思います。ウリダニ層っていうのはね、この辺に広がってる地層なんですけど、その地層がね、露出してるところをね、見つけたらその下にね、転がってるのではないかというね、予定になっております。それではここへ入りまして、とこの辺止めてみるかな。どこやろ。あ、あった。あの辺ですね。階段ついてるわ。めちゃくちゃ順調やん。さあ、この中で脈状の模様の入った塊を探せばいいんですよ。もうちょっと行ってみるか。お、地層が出てるとこにね、到着しました。こんな感じでね、見事な地層ができてます。なんか足元はね、こんな感じで面白い。近く行ってみるか。確かこういう茶色くてガサガサしてるのがウリダニ層やと思うんやけどな。その中にできるノジュールがウリダニ石。地層にね、そのままポコッとはまってるのとか見てみたい気もするけどな。なんやろな、こんなんとか。あ、まだ埋まってる。これそうじゃないの？違うかな。なんかあるな、結構こんな感じで。あ、あった。これノジュールや。ほら、わかるかな。こうまん丸で硬いわこれ。ほら、ノジュール見つけた。こんな。あ、ここにもある。意外とあるけど拾って帰れる感じではないんかな。すごい、ここ見事やな。ちょっとこう崩れたとこを調べなあかんな。ああ違うな。糸も簡単に砕けるな。うわすごい、ほらこんなにすぐ砕ける。サクサクしてもろいぞ。この中に硬い石の芯がないですかね。これノジュールっぽいけどな。そうでしょ。でも取れてなかった。これ埋まってる。あ、あった、大きいノジュール。ほら、でかい。硬いわ、やっぱり。めっちゃ硬い。なんか、それっぽい石がないなぁ。これ、うわ、びっくりした。めちゃくちゃ、
あれおった。なんかでも変やな。なんか模様みたいになってるけど。化石でもないかな。なんやろ。持って帰ろう。重たいこれ。ん？あ、出てきた。見つけた。あ、これじゃない？あ、違うか。え、これやな。ウリダニ石やろ、これが。あ、ここにもある。ほら、そうやろ、これ。まあでも、いい形ではないけどな。これが言ってたノジュールですね。変な形でしょ。でもね、明らかにコードがね、硬くて、これ磨けばわかるんですけどね、かなり真っ黒のツヤツヤの石ですね。あったよ。おそらくこれ。もっと脈状に入ってるのが欲しいんやけど、この辺にあるんや。いい感じの石見つけた。これ磨こう。かっこいいね。うわ、怖っ。びっくりしたわ。そんなあった。そういうのはやめなさいよ。この辺に落ちてそうやけどな。やっぱりめったにないもんなのか。あ、あれ違うかな。めちゃくちゃ重たくて平べったくて、うん、絶対これそうや。この茶色い感じが物語ってる。いや、案外あるんじゃないっすか。あ、緑湯で硬いし、これ、え、何これ。若干透明感があるんやけど、石なのかガラス質なのか。持って帰るか。なんかちょっと不思議な石やったな、今のは。あ、面白い石見つけました。これはね、花の開いてる石で、ここに貝殻あるでしょ。これ多分貝がこんなに掘るんですよね。ここにもあんねや、こういう穴開きの石が。謎石見つけた。何これ、謎の石。お、こんなところに、わかるかな？これ、昇魂化石とか言うんじゃないかな？ほら、こう、なんか出てるでしょ。模様が。わかるかな？なんかもうちょっと重たくなってきた。よし、戻るか。